いわゆる不良、どこから見ても誰から見ても万引きタバコに喧嘩に明け暮れる手のかかるやつ、手間のかかる子の方が可愛いってか、パパもママも先生も手を焼く、将来の行方は立派な犯罪者確定だけど、更生して凄まじい社会貢献、マスコミからも脚光を浴びる、悪いことと良いことプラマイゼロのはずが、プラスばかりにスポットライト、何もしなけりゃ何も起きずに時は過ぎていく、いわゆる普通の良い子はつぶやく、良いことをやるには悪いことをやらなければならないのか、良い子の逆襲、良い子の逆襲、良い子の逆襲、腹の中にえぐり返ってる、 Yeah!